はい、どうも皆さんこんにちは、金子でございますということでね、本日の食材がこちら、紐付きのマグロの尻尾ということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、キハダマグロの尻尾。本来これは市場とかでマグロの鮮度だとか油の乗りを調べるためにこういう風に切って、これを触ってね、仕入れる人はマグロのね良し悪しを見極めるんですけども、で本来はあんまりこれはね売り物にはならないんですよ。でも今日これがねお値打ちに売ってましたんで、ちょっと鮮度的にねお刺身では食べれませんので、今日はこれをねネギマみたいな感じに串焼きにしていきたいと思います。それじゃあさばいていきますね。ほらもうこんな紐がついてんだよ。なのでまずこの紐をね取っていきます。よいしょ、これはあんま綺麗じゃないですからね、この紐も。まずは皮を取っていきます。まず1本入れます。そうしたら入れたところからこういう風にね、こういう風に剥いていきます。はい、こういう感じ。そうしたら骨が十字に入ってますんで、身はね 1,2,3,4 つ取れます。4つ取っていきます。まずはここに1本入れます。そうしたらここに1本入れるとこういう感じに簡単に取れますんでね、これを全方向やっていく。1本入れて、でまたさらに1本入れる、で取れます。1本入れて入れます。はい、こういう感じ。1個入れて、はい、これがね身が取れ終わった骨、骨と筋しかありませんので、これも出汁とかでね使えますけどね。はい、そしたらこの取れた身なんですけど、ここにね紐がついてた穴がありますんで、あの紐はねあんまり衛生的によろしくないんで、ここだけ削ってあげます。こういう感じですね。はい、そしたらこれを一口大に切っていってあげます。切る時なんですけど、筋がこういう風に横に入ってますんで、筋を切る感じに縦に切ってあげます。血合いは好きじゃない人は取ってください。こういう感じですね。血合いを取って、まあ3等分ぐらいですかね。はい、じゃあこういう感じに切れましたら、塩水を作ります。でその中に入れていく。はい、そしたらこれで1分ぐらいね放置してあげます。はい、そしたらその間にネギをね切っていきます。今日は白いとこだけ使いますね。マグロもいい感じになりましたんで、これをザルに移して水気をしっかり取ってあげます。はい、そしたらこういう感じにマグロもネギも切れたんで、串に刺していきたいと思います。ネギ、マグロ、ネギ、マグロ、ネギで止めるみたいな。はい、ではこういう感じにね串が打てました。塩コショウをちょっと打っていく。はい、そしたらこれをね下火でじっくりと焼いていきます。はい、そしたらこういう感じに焼き上がりましたんでね、これを盛り付けていく。はい、でねこれ盛り付けていく前に今日の味付けなんですけど、これつけて味噌かけて味噌、もう愛知県民だったらこれはね知らない人いないんじゃないですか。愛知のソウルフードだよね。もうね何につけても美味しいの、もう豆腐味噌カツだよね。ね、愛知県民の方わかるよね。こういう感じにねごまが入ってるんですよ。はい、そしたらこれを盛り付けていく。はい、じゃあ完成ってことでね、いただきます。よし、じゃあ食べていこう。いただきます。最強のつまみ。このキハダマグロ自体ね、そんなに脂がないマグロなんですけど、この魔法の味噌をかけてあげることによって最強のつまみ。肉ほどねあんなジューシーじゃないんだけど、すごくヘルシーなネギマみたいな感じですね。もうネギマときたらね、今日はちょっとこれでやろうかなと、コードのリンクでやろうかなと思ってる。たまにはねちょっとね変化も加えて銀色のやついただきます。うえ、溺れるかと思った今、ビールで溺れかけた今。それじゃあ食べていきます。いただきます。ごちそうさまでした。今日はね、マグロのネギマ。マグロのネギマって言いますけど、本来のネギマって本当にマグロを使ってたんですよ。昔はね、マグロの大トロとかが、油の乗ったところがもう捨てられてたんですね。価値がないっつって。それをネギマって言って、ああいう風に串に刺して、
焼いて食べられてたんで、焼いて食べたりだとか、もう白菜と煮て食べたりだとかされてたみたいですね。まあ今日はね、キハダマグロでしたけど、もうちょっと脂のあるねマグロでやったらもっともっと美味しいかなと思います。ちなみに今日のマグロの尻尾が4つで500円、あれはもう相場がないようなもんなんでね。まあでもああいう風にね、捨てられちゃう部位でもああいう風におつまみで召し上がれますんでね、もしね機会があればやってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。